はい、ゴリゴリの時間がやってまいりました。どうも、ということで今回はですね、スライスの、直し方と、まあスライスがなぜ出るのかっていうのをおさらいで、前もねやってたと思うんですけど、おさらいでもう一回やっていこうと思います。はい。で、まあ前も言ったんですけど、スライスが出る原因、まずは一番多いのは体が開いてしまって、一緒にフェースも開いて右ですね、右に行くっていうのがスライスの主な原因の一つ。そしてもう一つなんですけど、このね手が返らずにまっすぐ打とうとしすぎてそのまま右に行くっていう、まあ、この二つの原因があるんですよね。で、それで前回は足を揃えてその場でしっかりとフェースローテーション、これをしっかりと使って捕まえる球を打ちましょうと、あとは右足を引いてしっかりと内側ですね、インサイドから振るのをしっかりとすることで捕まえた球を打ちましょうっていう、この2種類をしたと思うんですけど、まあ改めてもう一つ、ご紹介したいと思います。はい。で、何をしていくかというと、まあ要は外から入ってくるとこういう感じでアウトサイドインで右に飛んでいくんで、まあそうじゃなくてしっかりと内側から振るっていう練習を次はしていきます。で、何をしていくかというと、普通に構えてもらって、ここからこのフェースの向き、かぶしてます。めちゃくちゃかぶした状態でそのまま普通に構えていきます。で、このまま普通に打つと絶対左に行きますよね。それをあえてまっすぐ飛ぶように打つときにしてあげると、自然と絶対外からは来ないですね、内から来るようになってくるので、まあ軌道の直す練習になってきます。カーブしてまっすぐ打とうとする、そうすると内側だから、自然と降りてくるんで、このまあ自然とこっちから降りてくるっていう感覚を養う練習になります。では実際にやってみますね。フェースの向き、カーブしてみます。カーブして、そのまんまの状態で、もう一回握ってもらいます。はい。で、このまま、かぶった状態で打たずに、しっかりとまっすぐ来るように、インサイドから来るようなイメージをしてください。いきます。このような感じで、しっかりとね、カブした状態を最初に作る。そうすると引っ掛けるっていうイメージが湧くと思うんで、それをあえてまっすぐ打ってあげようとすると、インサイドから降りてくるようになるんで、これすごくね、軌道っていうのが良くなってくるんで、まあ、特に外から入ってスライス出る方、この方にはしっかりと、この練習方法は効果的だと思うんで、ぜひね、アウトサイドインに悩んでる方はぜひこれを試して、まあ、捕まった球ですね。捕まった軌道を振れるように、ぜひやってみてください。では今回は以上になります。ありがとうございます。